連通のなんかの押し方を教えてくださいってコメントあったんで、今日はそのやり方ちょっと紹介していこうかなと思います。まあいろいろ取り方あるんですけど、今回チャプターを使った取り方は結構マニアックなんでやろうかなと思います。まあこうやってグレネード投げたりとかも全然いいんですけど、チャプターでやる方法として、ここに向かってこの角っすね、角からちょっとここら辺、まあ伏せてこういう感じで打つと多分安全だと思うんで、こんな感じでスモーク打ってあります。でこのまま前にプッシュしてあげるとこんな感じに見えないんですよ、なんも。で、一番手前から敵がこうやってピークしてくる場合を警戒するのであれば、ちょっともうちょい手前に打ってあげてもいいですね。マジの角打つと一番手前当たるんで、こうすると相手何も見えないんで、ここら辺打つこと勝てることが出るっていう、こんな感じですね。相手視点こんな感じですね。なんでこう結構下がるざるを得ないっていう。で、あとはここにフラッシュとか投げてあげると、前プッシュここまで押せるんで、ここから安全にフラッシュ投げてあげたら、まああとは普通に取れますよっていう、そういう小技でした。火災外いるね。爆弾が敵部隊に発見された。やめた。ドローン確保。まとらべてジャッカルやった。マグネットをセット。こいつ一人だけだったかな。こいつ一人だけ臭いな。トロフィー外なんか2人いるかも。ドローン流してるやつとグリーン流してくれる子がしてるやつと。なんかトロフィー外ね。あれリージョンクラットは NE でもここドローンだ。オッケー。トロフィー外って窓そのなんかあれだね、あのベランダみたいなとこだね。ベランダみたいなやつ。オッケーオッケー、行こう。まだおるかな。うん、多分いる。あ、ドローン回してる。やったやった。ナイスナイス。1人だけだ、マーヴィックだけだ。オッケー。入ったのシャワールーム。ワン。C4 突き上げれる。近づかせるな。ポイント割れたよ。やばい。よく行く。クローゼットにいる多分。エースはまだ外なんじゃないか。今入ったかな。クローゼット。はい、いや、入ってないかも。お前だわ、ごめん。クローゼット今入ってる。よいしょ。あ、一応俺、助かります。助かる命がここにある。ヒピンの、俺の真左。一応相手両方ともガチンだから、もう普通に甘えても倒せる。駅オペレーターは残り1人だ。あ、助かるやつ、助けてた。マジか。人命救助第一。暇だったんで。ありがとう。ナイス。いた、いた、いた、いた。オッケー、バレねえ、ドローン行ったか。2階の方行ってるよ、相手。そうなんだね。ベッドから取り来てるよ。あクローゼット。一人やった。ナイス。ベッドそこまで。パルスの反応あるんだったら俺心拍で、教えてくれれば飛ばせるけど。クローゼットはさっからやった。今ここ起点、あ、下がった下がった。クローゼットクローゼットやった。あ、10年手ラペってなんかよく手ラペってどこそこ。これ手がバレた。はぁ、待ってろ、たったごめん、フィューズ。こいつ一生飛ぼ。いや、もう選択、あ、選択選択選択よ。嫌だね。あ、グレネード。いいグレネード強え。嫌な意見、選択になる。選択まだ嫌な、多分だいぶ当たってるよな。味方はあと1人。あ、自分でドロー回してる、自分でドロー回してる。あ、見とこアップル、それ選択いる、いるか分かるよ。入ったら分かる。選択のエンタメにポンカス来てる。選択いいわ。選択まだいるな。選択消えた、いた。選択だ。あ、これじゃあ選択のカメラ任せよ。あ、いや、見とくよ。ドローン何個あんの。アップルこっちも来たら分かるよ。ナイス、ナイス。はい、3ナイス。キッチンの入り、あ、まだ2階いる。真ん中階段下ってくる。あ、記念入ってくる、記念。ナイスー。
ナイス、止めていく。ナイスタイ、ナイスタイ。止まりますね。金さんのあの一言でみんな変わったな。これ勝とうとしてない？来たな、これ勝とうとして。ダメダメ、勝とうとしてダメよ。これ勝てるわけないんだから。そもそもランク1週間練習してお前この大会制するとか甘いこと考えちゃダメだよ。そのとおりだ。勝ちたらラッキーだからね、君たち。ラッキーってか奇跡。そう、俺たち失うものが何もないです。ないです。そう、これで負けたらどうなの。みんな別に明日からまたたまにランク集まってやるだけじゃん。反省会とかないから、別にプロチームでもないし。逆に反省会したらおもろいっすけどね。まあね、それはそれで。ダメだよそんな欲望の解放の仕方が下手。カイジ君、カイジ君、なんで？そんなんじゃダメ。カイジ君いるなこれ。目の前にぶら下がってる勝利に飛ぶスキルじゃまだまだ。班長、フラグ来たらやべえ。ブレインズ、どっから引こう。リビング行くか。入った入った、近い。これ見え、撃てない撃てない撃てない。これ撃てない。やったやった、ナイス。よくね。あースイッチ君、欲望の解放の仕方が下手。あー俺も死んだ。あ、ローカローカ、うん、オッケー。シャワーローカいるよ。あと屋上。やべえロック知るな最近。何これ、あの屋上の屋上だね。あよく買ったな俺。なんか適当な壁の日は顔面に当たって絶対歪んだぞ。あー5枚来てる。サンルムカで見ててほしいかも。サンルムカイナ俺見てるよ、はい、俺見てるよ、大丈夫よ。ナイス、ラストは。あ、ラストリビング、リビング欲望解放。欲望、欲望、リビング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 、作戦タイプしてんじゃない？あ、違う違う、まだ入ってっぞ。図書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 、あ、図書中か。図書じゃない、リビングじゃない？え、リビングだと思う、リビングかも。あ、リビングかもしんない。リビング階段上がってるかもね。やばい、上がってるね。甘え三段構え。甘えの呼吸三段構え。前出すぎや。甘え三段勝つよ。そうだ、別に俺たち別に勝とうとか思ってないからさ、うん、楽しむことだけど。甘えてこうぜ。相手がちょっとでも嫌な気持ちだったもん、それでオッケー。相手の記憶に残ればそれでオッケー。なんか小説家いるな。